世界で話題の新鋭実力派ボーイズグループ、ワンオアエイトが8月16日金曜日にデビューすることを発表しています。ワンオアエイトは世界各国からこの素晴らしい才能を持ったグループは誰と話題になっていましたが、水木、ネオ、レイヤ、リョータ、ソーマ、タケル、ツバサ、ユーガの全員日本人からなる8人組ボーイズグループであることが明らかになりました。 アーティスト名のワンオアエイトは関陽区の市川地下に由来しており、ベッドオンユアセルフ自分自身にかけろをタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって市川地下の勝負を東京から世界に仕掛けていくという意味が込められています。デビューに先立ち、先日 YouTube アカウントから突如投稿された川崎のパフォーマンス動画は瞬く間に世界中に拡散され、 一夜にして300万回再生を記録、現在1000万回再生を突破。海外からのリアクション動画も数多く投稿され、あっという間に世界を震撼させて、世界に羽ばたいていきそう。や、彼らのスキルは別次元だ。彼らは日本人なの。など、世界各国から彼らの実力に対する賞賛のコメントが集まっています。さらに、デビューアナウンスメントに合わせ、ワンオアエト。 ブランドフィルム、オール・オア・ナッシング、と題した、グループの目指すべき未来、世界観が表現されたブランドフィルムも YouTube にて公開。この映像では、飛行と飛行、をテーマに、ワン・オア・エイトが抱える葛藤や怒りを乗り越え、仲間と共に楽しみながら世界に飛び立つ姿が表現されています。まだまだ謎に包まれた日本人ボーイズグループ、日本から世界へ飛躍を遂げることができるのか、 その動向に注目です。